DX ジャムこんにちはホットショット DX ジャム山下美香です本日の DX ジャムは3月の終わり29日から31日までの3日間で京都は渦政にあります東映京都撮影所内で開催されましたドイツの映画カメラメーカー アリ社の日本支社であるアリジャパンが主催したイベントアリ祭り2021この模様のレポートを実際にこのイベントに参加されました石川編集長にオンライントークでお話ししていただこうと思いますアリ祭りこれアリフェスティバルと呼ぶんでしょうかね 実はこのイベントは、ホットショットが2017年の秋に発行しました、ホットショットの第5号で、アリ創設100周年特集の中でも、以前ご紹介していた、アリの日本支社であるアリジャパンが今年からようやく本格始動した模様で、その第1弾の主催イベントとして、今回の アリフェス2021という形で開催されました今回は2回目の緊急事態宣言明けとはいえコロナ禍中での開催とあって申し込みも多数あった中で最終的にはかなり人数を絞った入場制限と徹底した感染対策を行って開催されたそうです。有名撮影監督や 映画系カメラマンの方も多数参加し作品の裏側を紹介するトークショーや本格的なワークショップなどが行われたようですよどんな内容だったのか3日間取材陣として参加した石川編集長から今日もオンライントークでいろいろとその様子をお話ししてもらうことにしましょうそれでは本日も「ホットショット d x ジャムスタートです はい、えー、それでは皆さん改めましてこんにちはホッットトショ DX ジャムになります、えー、今回はですね、えー、3月の終わりに29日から31日までの3日間京都はうずにあります、えー、東映京都撮影所内で開催されました、えー、アリ社の日本支社であるアリジャパンが主催したイベントアり祭り 2021この模様のレポートを、えー、お届けしていくんですけれども、はい、では、石川編集長、行かれたということで、はいろいろ、そうですね。早速、いろいろご紹介していきたいと思います、はいえー。写真がね、いくつかあるので、ちょっとそれを見ながら、ご紹介していきたいなと思いますけれども、えっとね、パッとこう、んこんな感じで <laughs> やりました,たい、ね。いろいろと。このポスターのやつを最初見せてもらえかな。 ですね、まあ今回、ちょっと限定的ではあったんですけどね、コロナの中でということで、最終的にはね、結構、応募もたくさんあったみたいなんですが、50人っていう、7番ステージっていうスタジオを全部借り切ってやったんですけど、3月29、30、31と3日間。 まあ、31日に関してはね、ワークショップだけということで、あのー、トリニティっていうね、あのーえー、スリーカムみたいな、ああいう、あのー、ぐるんぐる振ります、<laughs> あのーえー、機材がありますけども、それの、例えばデモとか、自,自由にそれを使えたりとか、まあ、新しく来てたアリの、えー、今回、えー、日本で初お目見えになったのが、 シグネチャープライムレンズっていうのがありましたけど、あれのシグネチャーズームというのがありまして、まあ、それのですね、えー、だっけ、ね、65-300とかね、えー、なんか大砲みたいなのが来てたんですけど、うんえー、65-300とかね、あともう一本、えー あとでお写真でもお見せできると思うんですけど、65、130、あ、45、135かっていう2本のズームレンズが来てまして、うん、まあ、これと従来のシグネチャープライムを比較するみたいなワークショップも含めて、まあ、ちょっとてんこ盛りでね、面白いことをやってくれましたという感じでした。なるほど。で、プライベートのイベントとしては非常になんていうんですかね、 まあこうやって本格的なまず、えー、映画スタジオを借りてやるっていうのが、あのー、フォトショットでもね、長年こう、ずっと、うんえー、レポートしてきた、あのー、アメリカのシネギアエキスポに非常に近いような感じで、うん、あのー、やってたんですけど、うん、まあちょっとね、しあのー、僕はグ,グダブでいうより写真を見てもらった方が早いかなと思うので、<laughs> じゃあ写真もちょっと見ていま、ね、ょと適当にね、どんどん。 流しちゃってみてみくださいまず桜の木はねこれあの本当にこの7番ステージのど真ん前に履い、ね、てて本当に満開の季節でしかもまあ3日間ともとっても陽気が良くて、まあ、若干黄砂の影響とかあったんですけどまあステージの中でやるので問題はなかったというね感じで まああのー、撮影監督の方々、有名な方々いっぱいいらっしゃったんですけど、この写真に写ってるお二人が今回メインというかですね、はい、えっと向かって右側が今、マイクで喋ってる方があの、河、えー、津太郎さん。えー 2>, うん、2年前の、えー、キングダムという映画で、あのー、日本アカデミー撮影賞をおとりになりました。 えー、カーさんですね、えー、そして、えー、左側の方が、えー、こちらはシン・ゴジラの方で有名な山田浩介さん。うん、この2人の撮影監督、撮影カメラマンの方々が、まあ、主軸になってあともう一方ね、えー、っと金髪の方がいらっしゃると思うんですけど、支持してる。えーはい、写真を 杉本さんとおっしゃいまして、ねえー、この方もね、中鎮でございますけれども、あ、ここにちょうど、そこの真ん中の右の写真でございます。ここはいはい。この方がですね、えー、ちょっとお顔がマスクであれですけれども、えー、この間、えー、2021年、えー、3月に行われました日本アカデミー賞の 最新の、えー、日本アカデミー賞で、えー、昨年公開されました福島50という、うんえー、作品で、証明の最優秀証明賞をお取りになりました杉本隆さん。まあ、この3三方が中心になって、えー、いろいろワークショップなりトークショーなりっていうのをお聞かせ願えたというような内容にが中心でございました。 で実際ね、こういうあのセットも、うずまさならではの時代劇セットを作りまして、で、やったんですけども、さっきあーワークショップの,あのお話はちょっと後でやりますけれども、うんうん、まあ、あのー、その前にね、アーリシャクの方から当然、新製品のプレゼンテーションなんかもありまして、その上の写真かなちょうど。ここですかね。えー、これかなはいはい。ちょうど、あのー、アリジャパン。 というえー、これね、ホットショットの,あの5号というのが2017年の秋のインタビューでちょうど配った号があるんですけども、それでちょうどアリの100周年の特集やったんですよね。その時にあのもうインタビューにも答えていただいたアリジャパンで、えー、社長にもなっていらっしゃいますし、アジア,、えー、ア,ジアンパシフィック。 えー、いわゆる日本の極東のところから、えー、東南アジアから、えー、オーストラリア、ニュージーランドまで、を全部見てらっしゃる、うん、あカルロス・チューさん。うん、彼のプレゼンテーションによるこの新しい、えー、機材のプレゼンテーションなんかも午前中にあったりして、でまあ、午前中がアリのプレゼンテーション、まあ、初日がいわゆるレンズ、カメラ系ですね。うん、で先週ご紹介したアリ アミーラライブなんかのもちょっとアナウンスがあったりとか、うん、まあ実況はなかったんですけどうん、うん、あと先ほどお話した、えー、シグネチャーレンズですねうん、うん、があったりとかしてそれで2日目が今度照明でこのオービターの説明を今やってますけども、うん、オービターの説明があったりしてまあ午前中が大体アリさんの、えー、プレゼンテーションがあったり でその後ちょっとトークショーがあってで午後からはもうワークショップみたいな感じのそういう仕立てであったんですね1日2日目が。なるほど、はい、で他の写真を見るとまあうずまはねその隣のえ看板とかありましたけどご存知の通り京都のうずのところにあります、ね、東映撮影で、うん、あの映画村がありますねこの向こう側に。うん こう横に並んでるのはね、映画村のこれ裏入り口というか<ー>、まあ、正面は反対側にあるんですけど、ちょうどね、エヴァンゲリオンの巨大ななんか、あのセットみたいなのができてて、うんうん、なんかそれを見に来たりして、やっぱ春休みだしね、お子さん連れとか<ー>結構来てたんですけど、もちろん一般の方は撮影所内には入れないので、そんな中で、えー、行われたと。 い、うん、いう感じでございますでこの大砲みたいなのがさっきの65300って<あ>今回日本に初お耳屋のすごい大きさですよねすごいですよねこれ、えー、6 7 0ンチあるかなもう <laughs> ああもう、まあ、どんな先まで狙えるんだぐらいのそうそう,うで、まあ、このちょうどアレクサ LF に LF ミニミニ LF について言うんですけども まあ、ラージフォーマットのその LPL マウントということでこういったセットにしてみるのも今回初めての方も多かったでしょうしということで、まあ、撮影監督の方たくさんね有名な方もいっぱい来てらっしゃって、うん、JSC の会長で、まあ、うちの番組にも去年出ていただいた濱田武さんなんかも<ー>、えー、濱田会長濱田理事長自らあらいらっしゃったりとか。 知っていましたねなるほどでこの写真がまあ最初のプレゼンテーションの雰囲気でこんな感じでねまあある程度ソーシャルディスタンスを守りつつ当然マスクは基本で,うん、うん、でその横にえー、っとまあこう機材を置いていろいろ後で自由に触れるような感じで説明を聞きながらみたいなオプションの時はこんな感じですねで隣の写真が えーまあ、違うアングルですかね。ちょうど今年あの、アレクサー10周年ということもありまして、あのーまあ、10年経ったわけですね。で、アレクサーが本当に、あのー、今あ、世界中の映画でみんな使われているということで、この辺もね、あのー まあ、あと、なんか、最新のコロナの状況で皆さん、世界が、世界の映画撮影の現場がどんな感じでやってるかみたいな報告なんかもあったんですよ。なるほど。でもそれもすごく参考になるお話でしたね。なるほどね。じゃあ、ちょっと他にもどんな雰囲気だったのか。そうですね。ええー。だからレンズの話がちょうど上に当然、ね、してましたね。はい シグネチャーズームというね、うんえー、LPL マウントのやつで、これリア側にこう、いわゆるあのフィルターもついてたりして、ちょっと面白い仕様になってるし、うんうん、マイクステンダーとかもありますしっていうことで、この辺の展示があって、このうちの、えー、2本が来てたのかな。ああ、そうなんですね。なるほど。 まだちょっとね日本のレンタルショップさんには入ってないんですけどあ<ー>あ会場のその上の入り口の雰囲気がその横にありましたねここですねそう7番ステージというスタジオを使って、はい、まあこういう感じで、うん、まあ入り口で当然検温、うんえー、それから消毒がするようになってて、うん、まああのー、人数もかなり絞って 3人、まあ、50人ぐらいかなっていう感じであの僕らプレスも実は非常に限られたあ人しか入れてもらえない感じに今回は残念ながらなってったんですよね運よく本当に僕も入れていただけたということでこういうふうに <laughs> 皆さんにあのご報告もそうですね逆にしないと、うん。 あの責任上 <laughs> というこもあるので <laughs> まあでも通じてね感じたのが本当にまず皆さんやっぱりあの実際にリアルに人に会ってこういう話をしたり、うん、実際の撮影をするっていうことがとっても久しぶりというかうーんそういうこともあってねまあ来た方全員がほぼ大満足されてたんじゃないですかね。なるほど でさらに一番面白かったのは、やっぱりワークショップ、特徴、ねうん、もすごく良かったですし、うんうん、ワークショップもあるんですけど、これ、今、この真下のポスターの横の写真で、これワークショップ、あ、これはまだ特徴か。椅子があるからね。うんうん、で、椅子をどけて、えー、椅子をどけた後に、その場でワークショップが始まるという。同じところで、そ,その、その感じですね。ここすねはい。 まあちょっとね若干やっぱりみんな暑くなってくると機材見たかったりとかね密になっちゃうんで <laughs> <laughs> なるべくこうあの離れてくださいみたいなことは言ってましたけどああやっぱりね、まあ、気をつけながらね、うんうん、やらないとねっていうことで,で割とね、うんあのー、まあ正直言うとあの進行とかうん、うん、あのー なんだ、プレゼンテーションのパネルだったりとかっていうのの音出しだったりしても、まあ、機材とかの写真も下にあったかな、スイッチャーみたいのがあって、えっと、大阪の、そうですね、その辺の、ここですかそうそう、あの、はい、イングスさんとかが、 あのー、お手伝いされてたみたいで、えーうん、いろいろちゃんと仕込みをやってったりしたんですけども、うん、まあ割とその場のノリというかアバウトな感じでやられてて、うん、なるほどあのー、逆にね僕はな,なんだろう日本のメーカーだとそういうところなんかプレゼンテーションとか時間もかっちり決まってて、うん、あっちに誰がプレゼンテーションしてどういう手順でアジェンダとかが、うん、まあスケジュールね ちゃんと決まってて、ね、時,間時間もきっちり守るみたいなのあるじゃないですか。んかその辺もねそのその日のノリみたいなところが<ー>少しあって。逆にリラックスした感じがしていいですね。まあ要はねそのプレゼンテーションパネルとかの完成度なんかよりも。 違うところで顧客満足度がむちゃくちゃ上がってるっていう、そういうイベントで、でまあ、海外のメーカーらしいなっていうところもちょっとあってね、誰もそんな,なあのパネルがなんか違うのを映したからといって文句言う人もいないし、こん,、うん、んなところを見てるんじゃないっていうことですよね。そううですねなるほどじゃあガガチガチというよりは結構 あのそれこそ私たちがいたシネギ屋とかあんな雰囲気なところがあるんですかね。そうですね。あのー、うん、あれもなんかちょっとほら、ね、屋外でテント張って、ゆるい感じとかあるじゃないですか。結構ゆるかったですよ。いろいろガチガチではないので。そう。あのー、ゆる、うん、いっていうことがいいっていうことじゃなくて、ではなくてその雰囲気の中で、こうフレンドリーにいろんな方と話ができる環境があるっていうかね。 雰囲気がああるっててうののは良くとかく大きなビジネスショーとかその展示会とかって、まあ、NAB とかインタビューとかありますけどまああれはあれで必要なことでうあのいいと思うんですけどやっぱりどこか技術技術展示会というか技術を、まあ、自慢じゃないけどそのね新しい技術をお披露目したいっていうことと まあ、だから買ってくださいっていうそのビジネス商的なところが前に出がちなんですよね。で、うんうん、どこか最近やっぱそこの部分がエスカレートしてる分、なんかユーザーが置いてきぼりみたいな形になっているっていうことがあって、その、なんだろうな、ユーザー本位のイベントっていうのがとても あのユーザー本位の部分っていうのがイベントからちょっと欠落してる部分もあるなっていうのをとても感じていたんですでさらにそのオンラインとかのイベントとかに去年ずらっとなりましたよねうん、うん、でああいう風になるとさらにそういう部分が強調されてこういわゆるいろんなところで僕言ってますけど感覚交換っていう <laughs> あのいわゆる袖すり合うも人の縁じゃないけどなんかそのうんうん、うん。 こうたまたまその場でお会いしたら、ああ、それやってたんですねとかって、気づきがあったり、ああ、これこうやってやってるんですかみたいな話があったり、そこからまた違う話が膨らんだり、そしたら別な人紹介してもらって、うんうん、全然違うとこからまた仕事始まるみたいな、やっぱそういうリアルなイベントの中でしか起こりえないような感覚の交換っていうのがあって、 あの交換もいわゆる交わる喜ぶの交換の方ですけどこういうことを本当に3日間いて体現できたっていうのがすごくよくてもちろん1日しか来れなかった方なんかでもすごく満足された方が多かったんですよね。うんうん、なるほど。うん、まあでも雰囲気的に楽しそうだなというのが伝わってくるので,うで、ねうん、いいなと思います。うんうん でね、ここでちょっとワークショップの、ね、どんなことをやったのかっていうムービーがあるのでこれをぜひちょっと皆さんにあの iPhone で撮ったから大したことないんですよだけどちょっとあの見ていただきたいなと思います。はい、でではははご覧いいただきましょう、はいはい、それでは用意スタート というわけで、えー、こんな感じでやってまして、はい、あの見ていただいたとはかるんですけど、まあ、お姫様がねまず本当のろうそくに火をつけてうん、うん、そのリフレクションを後ろからこう照明の杉本さんの合図でこう奥で、ね。 ちょっと杉本さんが遅いよとかって <laughs> あ<の>、若干 <laughs>、画を飛んでましたけど <laughs> <ー>、その辺もこう,いい、ね、う、そうなんですよ。現これ、ワークショップじゃないのかと思うような、ちょっと現場っぽい、このちょうどね、お姫様の向こう側でリフレクションの、あのー、いわゆる光をこう足していくシーンとかがあったりして、そこからお姫様が前に出てきて、月の影を作るところがまた、あのー、 あるんですけど、その綿の、うん、まあ、渦政ならではのね、やっぱりその装置があるわけですよ。で、どっかあるかな綿のやつは。ないか。えっ、ー、と、まあ、あの、動画でね、映、うん、ってたようなものなんですけども、うんうん、えっと <coughs>、で、結局最後に、あのそれで風が吹いてきて、うん、バリバリバリって。 あのー、音がしたと思うんですが、それ下の方にね、ずっと行くと、一番最後のやつありますこれかこれがですね、あのーうん、もう本当にこれも伝統芸と申しますがかあの、アークライトって言いまして、いわゆるカーボン素子のところに実際電極があって、こう 実際のこう稲妻をそこに電気流すんですよね。だからバリバリっていう音がするんですよ。<laughs> で、今、それこそね、アリさんの照明機材でスカイパネルとかオービターって、そういうあのコンピューターセッティングでこう、ビカビカっていう稲妻みたいな光出せるんですけど、うんうん、で他のところは全部アリの照明が仕込んだんですよ。 でも、わざわざこの照明を使って、バリバリっていうのをやることによって、音も本当に稲光りみたいなのがさっきしましたけど、あれでやっぱお姫様役の彼女もこう本当に驚くわけですよ。の音でね。そういうリアクションなんかもあって、まあその、要は、 えー、全てデジタルに置き換えるわけでもなくこうやっぱりいいものはそのまま使いつつも伝統と最新技術をこう,うまく組み合わせたワークショップみたいになってて綿の,あの雲の影は出てくるわこういうアークライトみたいなのが出てくるわで。 今これもね3台しかないって言ってましたね太秦は。もう<ー>でその脚本のとがきに「雷」って書いてあればこれが出てくるらしいんだけど。だからそのこれを見ててねそのカル,カルロスにその <laughs> いずれはあのスカイパネルとかにもオービターとかにもあの。 音も出るようになるといいねって言って、<laughs> <laughs> バリバリっていうね <laughs>。それは面白いねみたいな話をしてましたけれども。なるほど、うん。なんか今全部コンピューターでね、それこそこう照明機が繋つながって、うんうん、で、やっぱりもう今までただ光を考えるっていうだけの人じゃなくなってるんですよ、照明も。うんうん、で、DMX っていういわ,ゆるいわゆる舞台照明で使うような。 こう照明のコントローラーをいじれないといけないみたいなのもあったりして、他にもあのスカイパネルとか全部、あのー、展示してある写真があると思うんですけれども、それも見せてもらっていいですか。そういう展示はね、当然ですね、うん、やってまして、うんうん、まあ なんかは特にこういう話をしてたりするんですけどね。光とか色とか点滅とか炎とか演、うん、出できちゃうわけですよ。だけど、うんうん、あえて昔ならではの京都・うずならではの伝統伝統芸能っておっしゃってましたね。うずまさの大将が。そういう中でこうアリの最新技術も盛り込みながら こう見せるワークショップなんてなかなかこれ見れなくてですねまさにこういうところでああこういう風に使うとこうなんだっていうまあ見に行って感動もあるしさらにそこにねみんな現場の技術の人たちはそうかこれを使う時はこういう風になるとこうなんだなみたいな設計とかも想像がついたりまあ何せあとやっぱり人との交流ですよねうん、うん、やっぱりリアルだからこそ味わえる そうですよね。ねうん、いやー、なかなか、これ3日間に分けて行われたのを、今、ご紹介いただいたっていう感じ、ね。そうですね。あのー、1日目が大体いいカメラ、レンズ、中心。で、うんうん、2>, 2日目はあの、同じセットでワークショップもやるんですけど、ライティング中心。で、今、お見せしたムービーのやつは2日目の。 3日目はそういうワークショップというよりは実際あのトリニティってこのそっちの映像もねこれあるんで、うん、最後にお見せしたいかなと思いますけども。はいこちらもご覧ください。 こんな感じでまあちょっと外でねそのステージの外で実際トリンティを背負っていただいてあのデモの体験できてもう重いからもうこれは腰大変だみたいな話言ってましたけどまあそれでもやっぱりあれであのー、一昨年かあか1917とかで撮影所を撮ってたロジャー・ディーキンスとかが1917っていう映像でねずっとこうあの ノーカット映像みたいので、ショーを撮りましたけど、そういうのもあれで撮ってますし、そんなのも実体験できる。まあ、そういう部分ではね、本当に、まあ、アリが世界で使ってる機材を実体験できる3日間みたいな感じで、本当に来た方々は、もちろんアリファンの方も多いんですけど、そうでない方も来てもね、とてもよかったし、まあ、これがコロナでね、あの、 人数が制限されたのがなんともおしばらく残念でまあ来年はねもしもう一回あのまた毎年やってくれという話をみんなが言ってまして僕らもあのできたらいいんじゃないかなと本当に思いますけどなんかそういうふうになればねもっと学生の人とか、うん、そういう人たちがこう体験できるのがいいんじゃないかなというふうに非常に思います。 なるほど、ありりがとうございます。やっぱりあの最近イベントが全てオンラインになって、まあ、オンラインの可能性というのもいろいろ見えてきてる部分はあると思うんですけど、まあ、改めてこうやってリアルで開催することによって、まあ、あの他の方々も今回有祭り行かれた方もちょっと参考になった。 ものまあ、そのありの商品とか、まあ、あのなんていうんですかねあのワークショップとかだけじゃなく<リ>その開催の仕方とか、うん、そういったのもああこういうふうにやってるんだっていうのもいろいろ学ぶところもあった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、うん、そういったのもまた今年ね、あのーまあ、リアル開催も少しずつ、まあ、増えてきたりとかしているようなので、うん、気をつけながらですねみんながやっぱり会える。 イベントっていうのもね、ねうん、なんか増やしていければいいなと思いました。で、まあこれがまたね、日本版のちょっとシネギアっぽい感じだよねみたいな話も先ほどさせてもらったんですけど、うん、実際にアメリカでもシネギア今年は開催されるそうですね。うん、えっと、いつも6月の頭なんですけれども、今年はやっぱコロナのこともあって、えー、9月の。 23日から26日、えーっと、パラマウントスタジオですね、いつもの。<ー>で、はい、開催が決まったようです。うんうん、なるほど。月で,すね、で、あのー、はい、ちょっとね、またその辺のこともね、含めて、ロサンゼルスの方にも話聞いてみたいなと思ってるんですけど。<laughs> うん あのやっぱりどうやらね、もう50%近くはね、ワクチンが進んでるらしいんですよね、ちらそれで結局、一般の方も、まあ、その変な話、8月ぐらいまでにはほぼあの1回目の接種は絶対に終わってるみたいな感じになると、まあ、本当に安全にあの国内としてはできるっていうことなので、ね。 おそらく9月の23からのそのシネギア、そして10月の8日からの NAB ショーはもう基本的に普通にやると思います。なるほどラスベガスなんかね、もうあの国内の観光客でものすごいにぎわってて、戻っちゃったらしいですよ、完全に。早いですね。であのた,ただえっと なんだろうシグロソレイユとか、ああいうなんだ劇場でやるような中で、室内で密になるようなやつとか、コンベンションとかでこう集まるっていうことに関しては、まだ何パーセントまで、何十パーセントまでみたいなあ制限あ入場制限は、ね、あるんですけど、おそ、うん、らくですね、それも、ね、8月、9月には解除されていくんじゃないかなと思ってるんです、ね、あ解除される うん、可能性も考えられるということで。だからアメリカに関してはおそらく早く戻るんじゃないですかね。ヨーロッパはまだちょっと厳しいでしょうけどね。うーん。まあやっぱりワクチン大きいですよ。<の>うーん。だから日本人が後はあとは入れてもらえるのかっていう。そうですね。<laughs> 僕らが行くとなると。<laughs> はい、そうですね。 なかなかどうにもできない場合なので<う>、はい、ここはね、またそれはね、追って、そう、そういうことで、それによって僕の去年取ったチケットが無駄になるかどうかが決まるので、<laughs> そうですね、く政府は何と来てほしい、ねね、はい、頑張っていただきましょう。<laughs> と何とかしてほしいです。<laughs> えー、では、えー、今日お届けいたしましたのは、えー、3月の終わりですね3月29日から31日までの3日間で京都はうずにある、えー、東映京都撮影所内で開催されたアリジャパンさんの主催されたイベントアリ祭り2021の、えー、レポートをお届けしままししたたははい、はいい、えー、今日は石川編集長あありりががととううごござざました。 京都撮影所で開催されたアリ祭りの様子、いかがだったでしょうか。私もですね、やはり話の中で出てきました、ハリウッドで開催されているシネギアエキスポ、思い出してしまいましたが、3年ほど前に私も行ったことがあるんですね。えー、NAB も行ったことががあるんですが あのやっぱり違いとしては、まあ、外であの広く行われているので、まあ、まず開放感があるということと皆様どこかちょっとやっぱりお祭り的な要素があるのでなんかすごいフランクな感じで話もできますし様々なイベントがあったりですとかあとはですねあのちょっと強めのドリンクを配ってらっしゃるお姉さん,だがあお姉さんたちがいたりとか、まあ、少し。 まあ文化祭的要素なんていうと失礼なんですけれども、本当お祭り的な楽しい、ワクワクするというようなイベントでしたね。もうあのシネギアエクスポはもう一回行ってみたいな、いつ行けるかなと思っていたりします。そのために英語を毎日毎日勉強しているところなんですが、あのいつか使えるといいなと思ってます。それでは本日も DX ジャムごご視聴ありがとうございました これからもホットショットならではの面白い番組企画を考えておりますのでぜひこれからもご視聴よろしくお願いいたしますそれでは本日の d x ジャムはこの辺でまたね HOTSHOT DXJAM